トリックマリックジェネリックでおなじみのセンシティブマイハートです。1分間のどうでもよくないい話、始まってしまいました。あの、10年ぐらい前にですね、名古屋駅の新幹線口をですね、日曜の夜に歩いてましたらですね、すぐ目の前にですね、車が止まりまして、でそこから男の人2人がですね、あの 素早く出てきましてで急いでねなんかあの荷物を取り出したんですよ後ろの後ろからで中から出てきたのが天野波江さんだったんですよねで全くですねあの変装もしてませんでしてかそうさっそうと歩いてい、ま、行かれましてねあの駅の方に PV 見てるみたいだったんですけどうん すごいね、顔ちっちゃかったです。いかにしろ、どうもありがとうございました。